こんにちは、ダイレクトラインスタジオの広島です。今回はビリー・ジョエルのピアノマンのイントロの弾き方のパート3をお届けします。パート3の部分ではこのようなパートをやってみたいと思います。それではですね、最初のコードからいきます。左手ですが C コード、今回はですね C と G、 ルートとフィフス、小指人差し指で左手を押さえます。両方で1,2,3 といきます。左手だけをまずそのままいきますね。 1,2,3 で次の C 分の F の時には小指の C をキープしたまま G から A に変わります。 1,2,3 1,2,3。 そして次の3小節目 C メジャーセブンスの時は同じく小指をキープしたまま親指で B の音、 C メジャーセブンスのメジャーセブンスの音ですね。このようにいきます。最初の3小節やると 1,2,3,2,2,3,3,2,3 このようにいきます。そして4小節目ですが、今度はまた B から A に降ります。そして今度は四分音符で AG そして F、このように最後四分音符で 1,2,3 1,2,3 といきます。流してやると 1,2,3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  このようなパターンになります。今回のポイントは左手の小指で C をずっとキープしているところですね。ですので下はボトムはずっとペダルで動かないまま、上がどんどん G A B A G F というふうに 1,2,3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  というふうにいきます。右手ですが、まず C と F を四分音符で一緒に弾きます。1そして2 and 3 and、 今度はアルペジオ C E そして G 中指でオクターブ上の C を小指、1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and、 このように弾きます。1 and 2 and 3 and、 左手と両手合わせると1 and 2 and 3 and1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and。 アルペジオの時は均等に弾くとグルーヴ感がなくなるので、ダルドゥドゥダンドンダンドン、表をできるだけ長く1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and、 ダッドゥダッドゥ2の表を長く2 and 3のイメージを持つと1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and で、最後のタート2 and 3 and の最後の C の方に向かって山の頂上に登っていくようなつもりで1 and 2 and 3 and 2、
このようにしてください。そして次のコードですね、 C 分の F のところです。左手が C と A に行くところですね。右手行きます。右手はまず C、F、C、親、人、小指、これで1円、そして2円、3円ですね。すみません。2円、3円。C、F、そしてオクターブ上の C、そしてオクターブ下の C。両手合わせると1円、2円、3円。さっきはアルペジオで山の頂上に登ったのに対して、今回は1 and 2 and 3 and 行ってから最後に折り返す。 1 and 2 and ですので、タンタルタト、今回のですね最後の3拍目の裏の C ですね、ここはちょっと抜くぐらいの、前にもやったように指をさらっと抜くような感じにしてあげると次に行きやすいです。これをしっかりやりすぎるとみたいな感じになって次の、コードに行きにくいので、抜くようなゴーストノートのようなイメージでダーンとやってあげる。そして次 C メジャーセブンスの時、 C メジャーセブンスの時は左手が C と B ですね。そして右手は C、 そして G、 C、 G を中指で押さえます。この状態でまず C、G、C、 このようにやって、今度は C、G、C、 そしてオクターブ下の C。これは2小節目と感覚は一緒ですね。これで3小節までの流れができました。ゆっくり両手合わせると、でパターンです。もう一度いきますね。このようなパートです。そして最後のところですが、左手がこのように C、 ボトムで C を固定したまま A、G、F と降りていくパターンですね。これに対して右手は今度はトップノートで C を固定します。そして最初は F と C、 人差し指と小指、そして次の2拍目、これは C コード E と C、 そして C 分の Dm7 のところは D と C、 トップノートで C を固定したまま F、E、D、 このように指で1、2、3、1、2、3、1、2、3というふうにいきます。それに対して左手が というふうになります。今回は左手はボトムで C をペダルにする。そして右手はトップで C をペダルにする。その状態で動くのはここの右手は F、E、D、 そして左手は A、G、F というふうに動かしています。それを合わせるとこれに一拍ずつ1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3というパターンになります。
最初はですね、ちょっと運指がつられるかもしれないんですが、慣れてください。それでは4小節両手をつなげてやってみましょう。はい、このようなパターンになります。少しだけテンポ上げましょう。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリこのような感じになります。慣れてきたらちょっとずつテンポを上げていって、そうですね、実際にはこれぐらいのテンポになると思います。しっかりと体に入れて、最後の特にこの左手のボトムトップ、そして右手のトップの音でのペダル、そして内声をうまく動かしていくという、ここのボイシング非常に綺麗なので、ぜひ演奏してみてください。それでは失礼します。